ローズベイカントリークラブは群馬県安中市大畑にかつて存在したゴルフ場である。ローズベイカントリークラブは株式会社ビッグカメラグループの株式会社産営開発がゴルフ場経営に乗り出したことに始まる。コース設計は安田光吉が造成工事は北村東進株式会社が行い、1975年7月20日18ホール規模で開場した。 コースは、群馬県南西部、安中市の郊外に、自然の地形を生かした、なだらかな丘陵地に、変化と独創性に富んだ丘陵コースである。女子プロゴルフのメジャートーナメント、日本女子オープンゴルフ選手権競技が開催され、また、全国高等学校ゴルフ選手権など全国規模の競技大会が開催され、ジュニアゴルファーに指導的な活動を行った。2001年9月、 造成工事を行い経営上の関係会社でもある北村投信が破産宣告2002年7月ビッグカメラ新井隆二の資産管理会社が買収同年9月三栄開発が特別生産を申請した2012年9月ビッグカメラ荒井隆史の個人企業が出資する株式会社クリーンエネルギー研究所はビッグカメラが経営する ローズベイカントリークラブの余剰地と安中市所有地を利用して出力4200キロワットのメガソーラーを建設することを表明。年間発電量は約420万キロワット時で一般家庭1100世帯分に相当し全量を東京電力ホールディングス株式会社に売電する。2016年9月30日、ローズベイカントリークラブは閉鎖された。 2018年3月24日、ゴルフ場が閉鎖された後のメガソーラ建設現場の状況。郵便番号379-0105群馬県、安中なかしおばた1037番地。ありがとうございます。